クリス・クロッカーは、アメリカ合衆国のインターネットセレブリティ、ブロガー、レコーディングアーティストである。テネシー州の東部に生まれる。彼を育てた祖父母は、キリスト教根本主義者だったので、同性愛をカミングアウトできる状況ではなかった。2007年に、ブリトニー・スピアーズを模倣した服装で、パロディの音楽動画、リーブ・ブリトニー・アローンという楽曲を発表。 この頃から YouTube に作品を投稿し始め、注目されるようになった。2007年9月、MTV ミュージックアワードでのブリトニー・スピアーズのパフォーマンスをパロディにした、リーブ・ブリトニー・アローンという楽曲を発表した。涙ぐみながら、ブリトニーを擁護するクロッカーの、このビデオは2日間で400万以上の再生回数を記録、何百ものパロディと批評を生み出し、 国際的なメディアの注目を浴びた。クロッカーは同性愛者であることを公表している。彼自身の懸念とマイスプイスや YouTube のコメントにおいて死の脅迫があることからテネシーに拠点を置くクロッカーはアイデンティティと正確ない場所を非公開にしている。彼のマイスプイスのプロフィールによると2008年1月現在ロサンゼルスに住んでいる。ありがとうございます。